完成したのか？もちろんも。あとはエネルギーチャージして起動すればいいも。うん。ニアたちが処刑されてしまうまでもう時間がない。急ぐんじゃトラ。わかったも。人工ブレード、お前が目覚める時が来。ダメよトラ君。え？なんでだも？人工ブレイドなんて呼んでたらかわいそう。ちゃんと名前をつけてあげて。トラ君が考えた名前を。そうかも。実はトラ、もう考えてあるもん。こいつの名前。そっか。じゃあ迷うこともないな。ん？さあ始めるがよいトラよ。わかったもん。目覚めろもう。トラだけの人工ブレイド。花！では気を取り直してスイッチオンだもおはようございますもご主人。これがトラの自信作、世界初の人工ブレイド、花だもん。おお、すごい。こりゃたまげたわい。どうだもん、感心したもん。トラすんごいもん。ああ、ほんとすごいやトラ。いやー、さっきはびっくりしたよ。てっきりそういう趣味なのかと。トラにそんな趣味があるわけないもん。あれはそう、先祖おじいちゃんの趣味もきっとそれが残ってたんだもん。本当ですか？本当、もう…桃！ということだそうなので、レックス、行きましょう。ニアを助けに。さあ、急ごう。ふぼう。というわけで、花ですも。今後ともよろしくなのですも。陛下の覚えがいいからって、メイツネが偉そうにあれこれと。天の聖杯を手に入れれば、本国への凱旋もバーンに売りつけて大金を手にすることも叶ったのに。まだよ。僕はこんなところで終わらない。こんな獣臭い辺境の一領地なんかで終わるつもりはない。バックス警備長！は？何か？警備兵の数を倍に増やしなさい！足りなければ町からもかき集めて、メレフより先に天の聖杯を手に入れるの！いい？は！了解いたしました。見てなさい、メレフラハット。
どれどれ。いい献立を思いついたんです。楽しみにしていてくださいね。